キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパーキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は金曜日ということで、1週間最終日ということですかね。はい、お疲れ様でございました。ドドンということで、こちらの方面は曇りということなんですが、路面濡れてますね。昨日の夜ちょっと降ったかなって感じですか。今は全然降ってないんですけどですね。はい、鳥たちは羽ばたいておりますっていう感じですかね。はい、寒くはないっていう感じですかね。はい、まあ暖房をつけてもつけんでもいいかなぐらいの、湿度かなと思ってますけどですね。全国的にどうなんでしょう。今日は曇りなのかなとかって思ってね。はい、さて、変わったことあったかなというと、昨日はバンク社の吉野さんからの依頼で、まあ昨日、一昨日かは縁日、この6回目ですね。はい、で今度、3月の3日、ひな祭り日曜日ですね。はい、そこの日に違いますね、3月3日は縁日か、そうですね。で、その後4月が縁起やろうぜ、縁起やろうぜが、今回ちょっとね、フライヤーちょっと凝った感じになってますよ。はい、面白そうな感じの仕上がりになりそうな予感がしますので、皆さんぜひね、こうご期待っていうような感じですかね。はい、でバンク社の吉野さんは明日か明後日かの朝、以前の8アカウントで、ライブしますってなんか告知されてましたね。はい、8占ね、もう定期的に売らんと、ちょっと在庫肩じゃないか、っていうような感じですけどですね。どうなんでしょうね、植え替えって結構やっぱ皆さんちょこちょこしてますね。8の自由ありますね。アネケンさんの方でもなんか新作みたいな感じでね、出てましたし、だからね、京町さんとかも、京町さんの鉢すごいよね、黄色の鉢だとか、ピンクの鉢だとかね、ああいうの、可愛らしいですよね。やっぱちょっとないなっていうような色がやっぱいいですよね。だからやっぱバンク社の吉野さんが備前ですか、前の備前ですね、いずる聖斗さんが作られていた、備前は、色がトルコだとかですね、はい、薄紅だとかいろいろあったと思うんですけど、あれよかったよね。もう手に入らないんですよね、あれは。はい、まあよかったよ、あの時買っとってね。はい、ほんとそんな感じがしますですけどね。今はもう再生備前ということで、あと児玉さんの鉢ですか、なんとか鉢っていうんでしょうかね。はい、あれも結構今頑張って販売をされてるみたいな感じですけどですね。はい、さあ明日っつったかな、長蔵さんは明日、明後日ですよって言って、今日かな、いや、いつやったかな、いや、長蔵さん、ライブがありますけどですね、はい、私、間違えて1日、なんですかね、早めに、出て行ってしまったような感じなんですけど、明日やったかな、はい、調べてください。はい、じゃあ、この続きはまた後で。バキバキさんのお前引き続きですということで、いかがお過ごしでしょうか。なんかだらーっとした感じですね。まあいろいろ今年に入っていろいろあってますが、皆さんのところはいかがでしょうか。まあ今日からか今月からかなのかなんですけど、1600品目値上がりということで、トマトジュースだとかポッキーもそうだったかな、はい、原料高騰ということでですね、はい、上がってるみたいですね。
上がってるんで思い出したんですけど、ちょっと1週間か何前に、なんか日経平均の株価が上がってたらしいんですよね。はい。で、まあ、それが影響がちょっとわからないんですけど、私、NISA ですから、積み立て NISA っていうのやってるんですね。はい。とんでもなく、上がってました。はい。だからちょっと解約がね、してもね、そこで利益を確定しても、また次にまたやろうと思っても、なんか、今度やるときは税金かかりますよとかってなんかね、言われたような気がするんでですね、解約できんのかいということで、うまいことできとるねとかってね、思ってるんですけど、皆さん積み立てされてますかね。やっぱね、新社会人とかになればですね、はい、天引きで毎月いくらかでも、貯金してたがいいよとかってね、はい、よく言われてあったんですけど、天引きが一番いいよね。はい。もうそれを見越して生活しだしますので、意外とそれが当たり前となってくると、意外とたまるもんですよ。はい。人間って自分の意志弱いんで、はい。まあ、ね、目的やってね、こう、貯めれる人もいると思うんですけど、基本弱いので、はい。そういう天引きとかで、兄さん、始めてみませんかとか。なんの CM やって何も入ってこんばいっていう話なんですけどね。はい。まあそんな感じで。結局もう年金もらえないと思うぐらいやっとかんとですね、やばいっすよ。今うちの同僚がもう65でもらう、年金をもらう状況になってるみたいですけど、昔は60でしょ。うちの親父世代60やったかな。じゃないですかね、確か。はい。それが今65で、自分の世代になったら多分70とかね、になってくるんじゃなかろうかいって今言われてますよ。だから後でもらうんやったら、その分上回しますばいとかね、なんか今言われたりしてるみたいですけど、どうなん、その仮に65でもらうのと70でもらうの、もちろん金額的に違うんでしょうけど、その間死んだら損やって思うんですけどね。はい。まあそこはどう考えるかというところでしょうけどですね。まあ皆さんこれを聞いてらっしゃる方はまだまだお若いということではあるでしょうかですね。はい。そんなことは考えないでしょうけど。もう考えたらええもんな。俺も50なろうかするですね。もう意外ともう、早そうやなとかいう感じで今思ってますからですね。はい。結局、やりたいことって何やったやろとかで、終わるのかなとかでね、思ったりしてるんですけど、まあそれはまたちょっと気合い入れて、はい、やらないかんなとかって思ってますけどですね。はい、皆さんいかがでしょうか。たまには見つめ直して、自分をね、はい、やっていくのもいいんじゃなかろうかと思いますが、ということで、はい。なんのこっちゃって感じですね。はい。明日は、土曜日ですね。はい。じゃあ、お休みということで、皆さんゆっくりされてください。私は、引き続き、ザ・マーミローです。で、頑張っていこうかと思います。はい。じゃあ、今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。てってみじー。